というわけで、はい、次の問題に行こうと思います。はい、はい、問題です。カブラキロコはアンジュさんとやり取りする際に送られてくる刃物を舐める若い男性の自負がお気に入りです。あ、はい、ではまずここで、あのこの画像をご覧ください。はい、イメージ画像こんな感じです。こんな感じですね。わかる、これもずるなこれ。こちら、カブラキさんがご用意してくださいました。なんでわかりやすいイメージ画像なんでしょう。はい、これをね、アンジュ先輩がちょくちょく送ってくださるんですよね。はい、めっちゃ好きで。刃物を舐める若い男性の自負がお気に入りです。うん、では、これまでにアンジュさんがカブラキに該当の自負を送った回数は何回でしょうか。知らねえよ。何回だよ。ちょっと待って。カブラキはデビューしてから、まあ、半年ぐらい。ですからその期間の間に送れる回数とかを考えたら、まあ、割と絞られてくるかなという。なるほど、なかなかのヒントですよ、はい、でかいですよ。あ、ディスコード見るのなしでお願いします。そうだよね、カンニングはなしでお願いいたします。まあ、なかなかヒントとして一桁。おお、どけたというヒントね。急宅に絞られました。いや、ゼロを含めたら10択。多いな、多いな。なかなか絞られましたよ、うん。ちなみにこちらのゼロの場合は妄想ってこと。そう、ええな。妄想でわざわざこのイメージ画像を用意してた。ちなみにこちら、なんでアンジュさんはこの刃物を舐める若い自負が送ってくださるんでしょうか。あれですか、世紀末のやり取りでもしてるんですかね。いや、違う、本当に何気ないよろしくお願いいたしますねみたいなやり取りをした後になんかデザートだよみたいな感じで添えられてきて、毎回分かり際にこれを送る。何かをやられていますかね。あれ、連休、本当に連休術師と伺ったんですけれども、誰にでも送ってる、本当に。いや、そうですよね。その誰にでもやってることをカブラキは大事に大事に受け止めてね、わざわざ数えましたからね。反応くれる。じゃあ、はい、楽しみにおります。一番反応良かったからな。あー、なるほど。何回送っても最初反応してくれたから。大喜びしちゃって毎回来るたびに。まあ、次の連星の材料はこれだぜみたいな意味が決められてるかもしれません。かもしれませんね。怖すぎ。うん、あ、じゃあ回答が出揃ったようなので一斉にオープン。あ、2、4、5、6。あ、皆さんバラバラですね。バラバラや。いや、あれ、このお店さんのは2ですか、それとも。あ、これ2回です。頑張ったー。あ、ちょっと危ないものがね、悪いものでね、四角くかけるのがむずいんで丸で書けます。2回です。20じゃないです。あ、いいですね。かわいい。2回が、ちょっとピースもね。ピースもね。5つ全部かと思ったけど、ちょっと20回送ってるの怖い。ちょっと特定のキャラクターがアピール、ちょっと左下でしていますけれども。ちょっと権利がどうなのか、割と送られては来る。あ、なるほど。アンジュが多分確かに送る、はい、第2位ぐらいに送ってる。大流行ですからね、大流行。というわけで結構4、6、5、2ということでだいぶ分かれましたが、それでは、はい、この中に正解者いるんでしょうか、はい、正解者はいるんでしょうか。それでは川崎さん、正解をお願いいたします。はい、正解は6回ということで、正解、正解です。マジでこれぐらい多分。おすごい、6回寄り添ってる、寄り添ってる。え、正直当てると思ってなかったですよ、カブラキ。え、私も当たると思わなかったっていうか、なんていうか、今までの会話した回数とかもろもろ考えて、送った回数で考えると、ちゃんと割り出せるもんなんだ。そう、締めに送りがちだから。確かに。しょうもない会話の時は送んないんだけど、長い会話は絶対送るって考えると。そうなの。だから長い会話できたら、来るかな、来るかなってカブラキはね、そうしてて。じゃあアンジュさんのディスコードの癖とかも分かっていれば分かる問題だったということだったんですか ね。意外と倉持が惜しいとこ言ってるんですよね。あ、確かに。問題にするぐらいならこれぐらい言ってるのかなっていう、結構当て方の数字だった感じですかね。まあでも、それで近いとこ行けるのすごい ね。なかなか良いセンスをお持ちなのかなと思いますが、うん、ナイフを舐めるカブラキを遠くから見るアンジュ先輩です。あ、そう、私なんだ。え、どうも、そうなんだ。モンハンの体験を持っているわけではないですよね。ナイフを舐めてるのかな、カブラキ。下の位置はだいぶ遠いのかなと。そうね。かがまないと届かないかもな、ちょっと。そうですね、アンジュさんはそんなにアホそうな顔でしたかね。あーね。違う、なんかやってるなとかですよ。そうですね。
見守っている顔ということですかね。わあ、こう素敵な温かいイラストも。いや、いいですね。あ、いいですね。というわけで、アンジュさんが1ポイント獲得です。おめでとうございます。というわけで、はい、次の問題です。うん、